について話しましょう。あの人を殺したのはあなたじゃない。桃子さん、娘のエリさんをかばうために自分が犯人になろうとした。ママ、そうだったの？あの人を殺したのは私よ。あ、しまった、遅かったか。何よ、これはただのジンタンよ。イラついた時に飲むのよ。こんな時に紛らわしい。実はエリさんも犯人ではないの。私があの部屋に入った時にはもうあの人はいなかったの。じゃあ真犯人は？真犯人は誰だ？真犯人は誰だ？あの人を殺したのは誰？あの人を殺したのは誰？それは僕だけが知っている。それは僕だけが知っている。知っている。真犯人はこの女だ。え、私？この女こそあの男の愛人なんだ。俺が時間と場所を指定して呼び出したのさ。なあ、マリア。マリアって、違います。私は山田はるかです。あの人は私を本当に愛してくれた。私たちは結婚の約束もしていたのよ。だから私以外の愛人なんているはずもないわ。しかもこんなブス。ブスって何よ。おばさん。おばさん？あんた、年はいくつ？25よ。25ったってあんた、十分おばさんじゃないの。あのね、おばさんはみそじになってから、20代はまだ全然セーフなの。20代ってね、あんた、25でしょ？いいじゃん。死者誤入すれば、30じゃないの。あの、すいません、お取り込み中のところ。一緒にしないでよ。20代は肌が違うの。肌がまあ、こましゃくれたいけすかない女ね。わかりました、話を戻しましょう。真犯人は智彦さん、あなたよ。あなたは酔ったあの人を車で連れ出し、この断崖から突き落とした。俺にはアリバイがあるんだぜ。それはあなたの双子の弟。智彦さん、あなたって双子だったの？そう、エリさんと弟がデートしてる間にあなたがあの人を殺したの。近寄るな。さすがは数々の難事件を解決してきた驚き桃子。その通りだよ。全て俺の筋書き通り、お前が現れるまではね。智彦さん、私たちを利用してたのね。お前らは俺がセレブという階段を登るためのステップに過ぎなかったの。やめるんだ。やめたまま。俺が渡した拳銃だろ。それは偽物、つまりはモデルガンなんだよ。しまった、そのピストル本物だったんだ。これは偽物、弾は出ない。じゃあなぜ？なぜ彼は崖から転落したのか。この事件は宇宙全体が一つの密室劇を構成していると言ってもいいわ。犯人はまだ暖かい。これです。これはただの石ではありません。隕石です。隕石が当たったのです。6100万年かしら。宇宙を旅してきたのね。
そして偶然地球へ、偶然美穂の席へ、偶然今日、偶然ピストルの発射音と重なったのです。しかも彼は当たる直前空を見上げた。その瞬間彼がよろめいたのを私は見逃しませんでした。彼がよろめかなかったら確実にあなたに当たっていた。え？私？あなたは今日死ぬ運命だった。確かに。でも偶然という宇宙の神様はあなたの命を奪わなかった。生かしてくれた。それをどう受け取り、これからを生きていくのか、それは今後のあなた次第よ。以上、驚き、桃子でした。ツッコミどころ満載のサスペンス。ラストは断崖絶壁のサスペンス。星は大抵大女優のサスペンス。悪役も魅力がなくてはつまらない。一発当たればシリーズか。生きてるってこんなにも素敵なこと。事件は解決した。ちょっぴり悲しいこともあるけれど大断言。カタルシス。